WRX-STI の、ウェット旋回ブレーキですが、まあ、傾向としたら GLA メルセデスに似てて、まあ、1回目と2回目の差がほとんどないということと、ストッピングパワーは今までで一番短いですね。メルセデスより若干短く止まりますが、まあ、ちょっと1台分ぐらい四輪ドリフトアウト気味で、まあ、外側に行ってる傾向はあります。でもなんかこう大きくやっぱり挙動が最初からずっと一定の感じで、こう外に膨らんでいくので、急にダが抜けて外行っちゃうとか、急にリアが抜けてインが向くとかっていうような挙動変化はないですね。終始着アンダーでずっとこうドリフトアウトしていく感じなので、挙動的にはいいと思いますね。あとできればもうちょっと1車線分ぐらい、車1台分ぐらいインサイドライントレース性があればよりいいと思うんですけど、ただスバルは多分ストッピングパワーを非常に重視している感じがあるので、まあ、ブレーキを踏んだ分、強い制動力がずっとこう維持されて、まあ、制動距離的には短いというような結果になってますね。だから、まあ、スバルの場合は何かあったらブレーキ踏んで踏めということの多分そういう哲学があるんだろうなと思います。ただ改善しなきゃいけないのはちょっとスピードメーターの誤差が大きいので、こっちのメーターで106で、高電管で測って98.9キロぐらいなので、やっぱ 6% ぐらいトヨタと同じようにずれてるんですね。まあ、そこを考えるともうちょっとスピードメーターの誤差を実測に合わせとかないと、まあ、みんなスピードメーター見て高速道路移動してるので、実はスピードメーター直すだけでなんか渋滞ってちょっと なくなるとこあるんじゃないかなっていう気がするんですけど、そういうところもスバルはもうちょっと良くしなきゃいけないなというところはありますね。まあ、でもずっと以前から前のテストの条件の時から、S4 とか、まあ、レヴォーグはそのライントレースストッピングパワーに関しては、BM ポルシェと比べても遜色のない性能をずっと維持してましたから、この新しいテスト法に関しても、まあ、かなりの高い基準の水準のところにいるのかなという気がします。105 105 105 100.32。さあハンドさっ切るぞ。101.35 OB。 やっぱ2発とも OB でしたね。一番外側の OB ライン出ちゃったんで、まあアウトって感じですけど、まあ車が悪いというか、まあやっぱりタイヤがここまで、まあ溝がないだけじゃなくて、多分こじって走った跡があるからショルダーがもう丸くなってるので、まあこの状態じゃもう全然だが効かないですね。2回目ちょっと意地悪くハンドルグイッとこう切りながらブレーキを踏んでいくんですけど、そうするともうますますフロントの CP が抜けてもう曲がんない状態になっちゃうので、まあ制動距離的には55とかそういう数字なんですけど、もうライントレースはもうスバルの2倍ぐらい外側行っちゃいますから、まあ、やっぱりそのタイヤというのがやっぱり一つのこういうパフォーマンス系は鍵を握ってるなという気がしますね。まあ、それとあとタイヤの溝が減るかどうかという問題と、あとショルダーの山がこうブロックがその寝てしまうかどうかという問題もあって、まあそれは車の問題と、まあ車の特性とあとドライバーの走り方でだいぶタイヤの摩耗は違うので、まあこの CLA45 みたいな減り方はかなりこじってアンダーステア出さないとこういう減り方にはならないんですけど、基本的にもこのタイヤはやっぱり
雨の日の行動を走る限界はもう超えてるのかなって感じがしますね。まあそれでもまあなんとか ABS があるのと横滑り防止装置があるので、まあパニックには至らないで済んでますけど、まあもう物理の法則に従ってドリフトアウト、もうこの運命だけは避けられないですね。